はい、皆様こんにちは。お元気にダンスを楽しんでいらっしゃいますでしょうか。今回はですね、ジルバなんですけども、まあ標準ジルバを踊ってみましたけれども、一応サンバのですね、軽快な音楽に乗って踊ってみました。標準ジルバですけれども、まあハンマーロックからの回転の最後に男性が回転したりシュパッと、それから、テキサストミーというね、ちょっと変わり種を入れてみました。チャンネル登録まず最初によろしくお願い申し上げます。はい、もう、最初の方はですね、標準のステップですから、まずベーシックステップですね。そして、これはセンドアウトというステップですね。まあジャイブで言えば、まあこれは標準じゃないかもしれませんが、非常におしゃれな、一番簡単ですね。女性は向こうに放り投げるだけですからね。そしてもう一回戻ってきて、まあセンドアウトとブリングインですね。センドアウト、向こうへ送り出すということですね。ジャイブの名称で言えばフォールアウェイ、スローアウェイというやつですね。そして今度はブリングインはせずにハンドチェンジですね。標準のハンドチェンジ、そして返しのステップ、まあプレイスチェンジの後半ですね。返しのステップをすると流れが良くなりますし、時間も稼げますもんね。再び、ハンドチェンジをします。チェンジオブハンズビハインドバックというやつですね。そして、これはストップアンドゴーですね。止めます。カウントがスロークイックイックというふうに、スローは1個になりますがね。それからピーカブーと言ったりしますね。これはリンディホップなんかではピーカブーはいないいないバーということで、突然この横から男性が女性の方、まあ今女性の方向いてませんけどもね、向いていないいないバーというのをピーカブー2セットしますね。ストップアンドゴーですね、ピーカブーとは。そしてまたハンドチェンジをします。そしてまた返しのステップですね。もう標準的なステップばかりですね。アメリカンスピンをしませんでしたね。ちょっと忘れたかな。そして、両手ホールドになりますね。ダブルハンドホールドになって、まあこれは輪のように、両手をつないだまま輪のように左回転じゃなくて右回転ですね。右の方に回っていきますので、まあウィンドミル、風車と言ったりしますね。風車でしょうかね。同じ字ですもんね。風車と風車。そしてクレイドルですね。まあ、標準のジルバの中では一番複雑な、というほど複雑ではありませんが、標準の5つぐらいのね、ハンドチェンジとか、そういうステップに比べれば、これは一番複雑ですね。クレイドルです。男性がクレイドルとはね、このゆりかごのことですけれどもね、男性じゃなくて女性が右に行ったり左へ行ったりするのがね、ゆりかごに揺れているようなイメージなので、クレイドル、ゆりかごと言いますね。そして、手を離して、まあ、返しのステップというか、チェンジオブプレイスの後半をしております。そしたらまたハンドチェンジですね。ハンドチェンジは何回やってもいいですね。アクセントになるようなステップですね。まあ、地味なステップですけどね。そしてまた返しのステップ。プレイスチェンジ、チェンジオブプレイスの後半ですね。そしたらまたダブルハンドホールドになって、クレイドルに入った時と同じ感じにしますね。
これももう2回ぐらいやるとちょうどいいんですが、別に5回やっても構いません。今1回だけにして、これハンマーロックですね。これはまあ中上級向けのちょっと応用技ですが、ハンマーロックから女性が左回転ですね。左肩を引きます。ホッケースティックのようなもんですね。ルンバで言えば。そしてぐるぐるぐるっとこういうふうにホッケースティックのようなリードをしたら、男性最後にね、ちょっと格好付けに1回潜ってみましたね。ここで男性もぐるんと回って、向かい合って終わりました。いいですね。そしてまあまた返しのステップですね。何かやったら返しのステップをすると流れがいいですね。今回はね、ショート動画ではなくてちょっと長めにね、1分半ぐらい踊っております。はい、これがテキサストミーですね。女性の背中でのハンドチェンジと言ったりもしますね。女性の背中で男性が手を持ち替えるハンドチェンジするのでね。そして手を離すタイプのチェンジオブプレイスの後半をして、でもう一回このテキサストミーしますが、今度は手を上げて女性をさらに余分に回転させますね。これもかっこいいですね。テキサストミーはテキサス州のトミーさんが踊ったんでしょうかね。最初にそういう名前ですもんね。はい、そして、背中合わせのこのまあチェンジオブプレイスの後半みたいなのをしますね。背中合わせのハンドチェンジですね。背中合わせというか背中を向けたね。そして普通のチェンジオブプレイスの後半ね、返しのステップをして、ここで終わりということですね。まあテキサストミーなんかも別動画でね、解説しております。陽子先生の華麗なジルバというのでも解説しておりますので、ご活用ください。はい、皆様ご視聴誠にありがとうございました。テキサストミー良かったですね。おしゃれな足型です。それからハンマーロックからですね、くるくる女性を回転させる、そして最後に男性がシュパッと回転するというのもおしゃれな、とても素敵な足型ですね。別動画でもね解説しておりますので、またご活用くださいませ。10万人、ダンスチャンネルでは難しいんですけれども、10万人登録頑張ってしますのでよろしくお願いします。